高島めぐみのシンカロン。くすぐる耳元、君の好きな音弾けたら見慣れた。世界の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。中島めぐみです。この番組は中島めぐみに数々の試練を与え、中島めぐみを進化させていくリアル RPG でございます。最近あの声聞かないですね。ちょっとリクエストしちゃおうかな。またあの天の声が聞きたいな。冬ですね。はい、振ってみたんですけど、まあこの辺にしときますか。今日はですね、皆さんからのふつおたを読んでいきたいと思うんですけども、もう2月も中旬です。早いですね、時間経つのは。中島めぐみにとってこの2月の中旬っていうのはね、ちょっと思い出深かったりするんです。そのわけはまた後ほどお話ししたいと思います。それでは今日も中島めぐみの進化論スタートです。中島めぐみの進化論。はい、ということで今日は久しぶりなんですけども、皆さんからのふつおたなどを交えてお話ししていこうかと思います。まずはハンドルネームドゥーさん、北海道の高校3年生の方からです。めぐみさん、はじめまして、こんにちは。こんにちは。いつもめぐみさんの歌やラジオやブログに元気をもらっています。ありがとうございます。いや、こちらこそ。僕は今受験生なのですが、勉強のモチベーションを保つことに苦労しています。自分の夢のために努力を惜しまずやろうと思うのですが、どうしても体が言うことを聞かない時があります。そこでめぐみさんが自分のやる気を上げる、または維持する時の方法があれば、僕だけでなくそういった受験生や他の方々のためにもぜひ教えてください。お願いします。やる気ね、結構これは難しい問題というか、私自身も何でしょうね、その物事に対してのやる気モチベーション自体はあるんだけど、今日はなんだかやる気が出ないなとか、こうずーっと頑張って走り続けてプツッとこう糸が切れた時にはーってなって気が抜けてしまうっていうこともあって、そこからこう立ち直るじゃないですけど、ペースを戻すのは結構大変ですよね。でもなんだろう、私は自分だけかもしれないけど、ご褒美があると逆にご褒美に食いつきたくなってしまうので、ご褒美を設定するのは自分には向いてないんだなってことを最近知りました。例えばこう、あと何日やったら何々を見ようとか、それだと自分ではこう今見てもいいんじゃないっていう誘惑に乗っちゃうんですね。なのでまあ私なりではありますけど、やる気がこうどうにも出ないときはもう無理やりにでもこう自分を奮い立たせる方向に向かいます。こうあれがあるから頑張ろうっていうよりも、こう今これしかないっていう考え方をするかな。そうするとなんだろう、そのことだけをやってるときしか出てこない自分っていうかが少しずつ見えてくる気がするんですよね。でそこで急にではないけど、だん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 こうやる気が戻ってくるっていうか、しぼんじゃったものが膨らんでいくっていうか、なのでそうやって一生懸命頑張る方向に一生懸命向かうっていうか、例えばこうやる気が出ない時だけじゃなくて、ポジティブに考えられない時とか、嫌なことがあってどうしようって悩んじゃう時とかも、こう中途半端にでも大丈夫かなって自分を盛り上げるんじゃなくて、絶対大丈夫っていう方向にグッと持っていくっていうのが最近のやり方です。これはまあ私なりのやり方なので皆さんそれぞれあると思いますけど、でもそういう風にやってみていいことももしかしたらあるかもしれないので、まあぜひ一度試してみては、なんて私誰みたいな感じになってますけど、まあそういうやり方もあるんじゃないかなっていう提案です。いや勉強とかね、今ちょうど受験のシーズンですし、受験以外にもこう春に向けていろいろ卒業だったり逆に始まることもあると思うんですけど、皆さんこの勢い、この新年の勢い、まだ新年とか言ってるの私だけかな。でも2月に入ってもなんか2月の感じがしなくて、まだね3月までは私にとっては新年なんですよ。なのでこの勢いをなくさずに皆さん私と一緒に頑張っていきましょう。ということで新年だと思ってるんです。本当2月って早いよね。は
い、ということで次のメールいきます。次はですね、ペンネームフリーダムさんからです。いいね、フリーダム。おはようございます、こんにちは、こんばんは。おはようございます、こんにちは、こんばんは。いつも進化論や豆グメモなど楽しく見ています。ありがとうございます。そこで質問なんですが、声優や歌手になろうと思ったきっかけって何ですか？できれば事務所に入って間もない頃の話もお願いします。そうですね、声優や歌手になろうと思ったきっかけ、私はですね、きっかけっていうのかな、子供の頃からこういう表現する仕事に就くっていうのを思い込んでたんですよね。なんか根拠のない自信じゃないですけど、なれるかなとか、なりたいっていうよりもなるんだっていう気持ちというか思い込みがすごく強くてですね、なんででしょうね、やっぱりそういうことに興味があるっていうことに対して正直だったんでしょうね、子供の頃から。だからきっかけ、例えば誰々さんに憧れてっていうものよりも、自然とやっぱり好きなものに対して正直になったらそういう気持ちが強くなったって感じですかね。で、事務所に入って間もない頃の話もお願いしますということなんですけども、今日の放送の冒頭で、2月の中旬は思い出深いという話をしたんですけども、実は私が、今の所属事務所に履歴書を送ったのがですね、2003年の2月の中旬なんです。ということは今からちょうど7年前ぐらいになりますね。7年前なので13歳の時なんですけども、その時私は中学1年生で、なんかこうやりたいことを探してたような気がします。というか、もちろん歌とか声で表現することもちろん好きだったんですけど、自信を逆に失いかけてた時期っていうか、何かを確かめたくてしょうがなかった気がするんですよね。で、それでオーディション雑誌を買って自分から履歴書をいっぱい書いて応募したんですけど、その履歴書につけたのがレポート用紙1枚にいかに80年代が好きかっていうレポートを書いて添付して郵送しましたね。それは別にこう決まり事があったわけじゃないんですけど、好きすぎて仕方なくて伝えたかったので、それをこう一生懸命紙いっぱいに書いて、でやっぱり面接の時もそれを聞かれたんで、いかに好きかっていうのを話して、でまさかそんなこう好きなことだらけで、こう歌も歌えるし声も聞いてもらえるし話も聞いてもらえると思ったら、合格して仕事につながっていったと。でもそんなことを正直言って、事務所に入りたての頃はあんまり意識はしてなかったですね。なんていうかこう本当にお仕事をするんだっていう実感もなかったですし、もちろん今みたいにいろんなことに挑戦できるっていうわけじゃなくて、本当に新人中の新人っていう感じだったんで、夢を追いかける第一歩を好きなことから踏み出すっていうか、趣味とかっていうわけではないけど好きだっていう気持ちから始めようっていう気持ちでいっぱいだったのが事務所に入って間もない頃かな。正直言ってやっぱりお仕事もなかったですし、オーディションにもたくさん落ちたので、やる気じゃなくてこう自信は失いかけてたけど、好きだっていう気持ちは全く途切れずにいたのが13歳14歳15歳16歳ぐらいまでかなの数年間だったなって思います。だから7年経ったって言われるとなんかおいおいって感じ自分7年過ごしてて何してたっけなんて思っちゃったりするけど、でも私がそう思ってても意外と7年間ってすごく濃かったんだなって、いろんなものも勉強できたし、すごくかけがえのない時間だったなと思うので、事務所に入ったこと、挑戦したこと、7年前に自分がやったことはすごくその時の自分に感謝したいなって思います。だからどうしても最近挑戦することが怖いなっていう気持ちになっちゃったりするんですけど、その時の気持ちを思い出して挑戦し続ける気持ちを持ってやっていきたいなと思います。なのでもし夢を持ってて新年になってもまだ踏み出せてない人がいたら、今からでも遅くない、今から頑張りましょう。私もいろいろ頑張ります。いろいろって何かって、まあその時々に何を頑張ってるかはぜひラジオやブログをチェックしていただきたいなと思います。はい、ということで今日はふつおた読んでみました。やっぱりみんなからの
お便り、メールが私の元気の源なので、皆さんこれからもよろしくお願いします。頑張ろう。中島めぐみの進化論。 Be myself、 これが私の dreaming life、 光さす場所へ届けるよ、瞬きもせずに見つめていて My place。 皆さんいかがでしたか。今週の中島めぐみの進化論、そろそろお時間です。中島めぐみの進化論では皆さんからのメールお待ちしております。アドレスはまめぐ@stardustmusic.co.jp、 まめぐ@stardustmusic.co.jp です。ハンドルネームを添えてお送りください。普通歌はもちろん各コーナーへのメールもお待ちしております。詳細は、YouTube 公式チャンネルまめぐチャンネルをチェックしてください。それでは次回もお楽しみに。お相手は中島めぐみでした。いってらっしゃい。さようなら。おやすみなさい。